旅客機のコックピット。旅客機のコックピットとは、旅客機の操縦室のことである。操縦室で操縦などの機械操作を行う乗務員のことは運行乗務員やコックピットクルーと呼ばれる。21世紀現在では、電子化された広報装置や通信装置、エンジン制御などのアビオニクスと呼ばれる航空機に搭載されている電子機器がコンピュータによって 高機能化されたことにより、定常的な操作の多くが人手を介さずに、自動的に制御されるようなり、景気表示も多機能ディスプレイによるグラスコックピット化されている。こういったことから、少人数の運行乗務員で操縦、運行できるようになっている。第二次世界大戦後すぐの旅客機は、戦中の爆撃機に準じたコックピットを持ち、コックピットクルーは、機長、副操縦士。し、 航空機関士、航空通信士、航空士の5人だった。このうち音声無線機の全面的な導入などで、航空通信士が、航空保安無線施設と、広報装置の進歩で、航空士が必ずしも必要ではなくなり、ボーイング727の時代には、機長、副操縦士、航空機関士の3人制で運航される時代となった。一方、 単通路のナローボディ機では1960年代半ばから後半に初飛行したダグラスやクラフト社の DC-9 やボーイング社の B-737 では航空機関士を排して機長と福建市という二人の操縦士だけで運航するようになった。それからしばらくは大型機は三人乗務、小型機は二人乗務という時代が続いたがコンピュータなどの発達によって 1970年代、後半の同時期に開発が開始された、ボーイング757、767とエアバス A30 では、システムの監視をコンピュータが行うようになり、ワイドボディ機として、初めて航空機監視を廃した二人乗務とした。また、これらの機種では、メーター式の多数の計器から読み取っていた方を、コンピュータによって見やすく整理された形で、 画面上に適宜表示するように改善したグラスコックピットが採用された。これ以降ボーイングとエアバスが開発した旅客機は全て二人乗務のグラスコックピット機となっており、時期の差こそ荒れたメーカーも同様である。世界的に見れば現在でも旧式の旅客機を運航する航空会社は二人の操縦士に航空機関士、さらには航空通信士なども加えた三人。 4人、またはそれ以上の乗務員を必要とする機種が空を飛んでいい。その後、旅客機の新機種では、表示装置が CRT から液晶ディスプレイへ変わるなど進歩している。操縦士による座る席の指定はないが、機長が左席、副操縦士が右席に着席するのが一般的となっている。これは、船舶は必ず左舷で接岸することになっていることから、 船長の席が常に見通しの良いブリッジの左寄りにあった時代の名残である。ただし、副操縦士が機長昇格訓練を受ける場合は着席位置が逆転し、指導を行う、機長、訓練教官が右席、指導を受ける、副操縦士、訓練生が左席に着席する。コックピットクルーの服装は法律などで定められた制服で、 量の検証についている金色の線の数が、機長の方が副操縦士よりも多い。一般的には4本線が基調で3本線なら、副操縦士となる。それぞれの職種が廃止される。以前の5人乗務での役割分担は、機長が操縦と指揮、副操縦士が、速度、高度、方位などの操作を行い、航空通信士が通信。 航空機関士がエンジンや飛行システム関係の操作を行い、航空士が広報を担当していたが、二人、乗務体制では、機長と副操縦士のうち、いずれか一人が機体の操縦にあたり、PF、パイロットフライング、もう一人が通信と、その他の操作などのモニター業務、パイロットモニタリングを行っている。操縦は二人のうちのいずれかが行うが、最終的な意思決定は、 責任者である機長に権限がある。長い時間飛行する長距離路線では、3から4人が乗務して、常に2人が数時間ごとの交代勤務制を取っている。このような場合、機長資格保持者は2名以上乗務していることになるが、その便の本来の機長を PIC、パイロットインコマンド、高校指揮官、PIC が休憩中に、機長業務を行う者を、シック。 セカンドインコマンド、副指揮官とすることで、指揮系統の一本化が図られている。またその木における、コックピットクルーではないが、たまたま移動中で、操縦資格を有する、操縦士が客室に乗っていることがあり、こうした乗員は、デッドヘッド、デッドヘッド、階層の位と呼ばれる。操縦操作と、視界確保の必要性から、操縦席は、 制服二人の座席が寄せられ操縦室の最前部に位置するが、大型機では比較的室内の後方に余裕があり、操縦席の背後には多くの場合、三人目の固定式予備席や折りたたみ式のジャンプシートが設けられている。研修中の操縦士などがこのジャンプシートに着席する。以下では、グラスコックピット化された旅客機のケーと操作の概要を述べる。なお、 これらは主にボーイング車で用いられる名称であり、航空機メーカーにより異なる場合がある。MCP とは、モードコントロールパネルの略で、コックピットのケ器の中でも最も髪型にあり、横に細長い。このパネルは、グラスコックピット化される以前から現在まで、携帯、機能、操作方法等ほとんど変わっていない。このパネルでは、速度、高度、方位、 昇降率の指定が行われる。また、オートパイロットの操作、フライトディレクタースイッチに代表される、自動操縦と手動操縦の操作も行われることら、オートパイロットパネルなどとも呼ばれる。PFD とは、プライマリーフライトディスプレイ、プライマリーフライトディスプレイの略で、このディスプレイは、右席と左席に一つずつある。姿勢、機首の上げ下げ、傾斜角、 高度計気整値、気圧補正値、速度、高度、昇降率、ILS、着陸装置の状況などが表示される。ボーイング767では、このパネルをエアジと呼んでいる。また、次の ND と、この PFD を切り替えて表示させることも可能である。ND とは、ナビゲーションディスプレイ、ナビディスプレイの略で、このディスプレイでは操縦している。 旅客機のナビゲーターやフライトプラン、運航路線、風向、風速に関する情報が表示される。このディスプレイも PFD と同様で左右に一つずつある。車で言えばカーナビゲーションにあたる。また、切り替えて気象情報を表示させることも可能である。さらに、ボーイング737から800、787では垂直方向の表示、 VSD バーティコルシチュエーションディスプレイもされるようになった。アイクスアイキャスト読むとはエンジンインディケーションクルーアラーティングシステムエンジンインディケーションクルーアラーティングシステムの逆で ND に挟まれる形で中央に上と下で2つある。髪型のディスプレイにはエンジン情報、燃料、油圧、客室温度、電気、フラップ情報、システム関連などが表示される。 また、緊急事態の時の警告や、メッセージもこのディスプレイに表示される。下方のディスプレイは、このディスプレイの操作などが行われるが、必要がない時は何も表示されないように設定できる。B777 から300では、地上にいる際には、機体後方に設置されたカメラの像を表示させることも、できる自動車でのバックガイドモニターに相当する機能。 FMS、セティとは、フライトマネジメントシステム、コントロールディスプレイユニット、フライトマネジメントシステム、コントロールユニットの略で、コックピットのやや下方にあり、左右に2つずつある。乗務員はこのユニットを操作し、FMS に対し必要な情報の入力、燃料の搭載量や機体重量及び広報データの入手、目的地までの時間、距離、時期の位置を行い、 それらをもとに、航路の設定に用いる。HAD とは、ヘッドアップディスプレイ、ヘッドアップディスプレイの略で、操縦士の目線上に、透明なスクリーンを置き、そこに情報を投影するものである。IFV とは、エレクトロニックフライトバック、エレクトロニックフライトバックの略で、従来操縦士が持ち込んでいた紙に書かれた、マニュアル類や、チャートなどを電子化し、 画面上に表示するものである。また、離着陸性能の計算をしたり、地上では空港の地図と時期の位置を表示することもできる。コックピットの両端に設置される。この部分に限り、グラスノングラスを問わず存在する。名前の通り、棒まばゆいたで、外交の差し込みにより、景気類が見えなくなるのを防ぐ日差し、各種警告灯や、 状態表示灯が設置されていることが多い。操縦輪とは、旅客機の操作をするものの一つで、ハンドル状になっている。ピッチ、上昇と、高カトロール、左右の傾き、横滑りなどの操作をするための装置で、ハンドルにも、無線の送信用、自動操縦解除などいくつかのボタンがついていることがある。また、エアバスが製造する旅客機では、 エアバス A320 シリーズから操縦輪に代わってサイドスティックと呼ばれる装置が採用されている。これは操縦輪より小型でジョイスティックのように片手で操作でき、左席の左側と右席の右側に取り付けられている。操縦輪は引いたりを押したりひねったりだけで回す必要がないので自動車のステアリングホイールのような前縁ではない。 このように操縦艦とサイドスティックの二方式があるのには、ボーイングなどの操縦艦主流のメーカーと、エアバスのようなサイドスティック主流のメーカーとの考え方の違いに理由がある。例えばボーイングは最終的に操縦判断を下すのは、パイロット、人間、対してエアバスはコンピューターが操縦において大きな役割を果たし、パイロットの操縦の負担を軽減するという考え方を持っている。 そのために、ボーイングは、速度や姿勢などの微調整をそのまま行える、トリムスイッチを取り付けられる、要操縦桿の方式を採用し、エアバスは逆に、単純化された、ジョイスティックのようなサイドスティックの方式を採用したのである。どちらが、効率的で安全かに関しては、でも議論が大きく分かれる。一例として、エアバスエアバス航空機の特徴にあるように、 自動操縦システムの設定が優先される使用の問題など。スラストレバーとリバースレバーは中央の下方にある。スラストレバーはエンジンの噴射力を調節するためのレバーである。レバーはエンジンごとに一つずつある。リバースレバーはエンジンの逆噴射をかけるためのレバーで滑走路上に着地するとすぐに逆噴射と膠着装置に備えられたブレーキが あらかじめ設定された強さで自動的にかかり減速する。逆噴射と聞くと強力そうだが実はかなりの比率をブレーキが担っている。最近は環境や騒音問題、燃費向上の観点から滑走路に余裕がある場合、アイドルリバースを多用する場合もある。ブレーキは油圧で動作し、油圧が動作しない、中期中は全ての車輪には止めをはめる。 このレバーもエンジンの数だけあるのが普通だが、エアバス A380 の場合、エンジン4つに対し2本しかない。これは、エンジンの取り付け間隔が広く、万が一故障した際に直進が困難になることから、第2、第3エンジンのみで逆噴射を行うためである。停電や故障した時など、緊急事態に備えた予備計器も用意されている。水平、低張り着、速度計。 高度計の3つは、グラスコックピット化された当初、アナログ式が取り付けられた。ボーイング777以降は、ボーイング他社を含めて、LCD タイプの予備計器物が搭載される傾向に、あるが、アナログ式予備計器と同様に、常用計器とは別の情報源から表示を行っており、使用計器の多重化が図られている。フラップ操作レバーは、フラップの膠着装置、 要は車輪である操作レバーは車輪の形をしたノブがついている。これは誤操作を防ぎ、視覚的にすぐ認識できるようにした人間工学に基づくもの、旅客機に特有の作りである。通常、民間旅客機のコックピットにはハイジャックや関係者以外の侵入を防止するためにドアが取り付けられている。以前は比較的簡易なものが多かったが、 アメリカ同時多発テロ事件以後、通常の拳銃でも破壊不可能なほど頑丈かつ強固な施錠装置を備えたものであることが義務付けられるようになった。またかつては飛行中でも小さな子供などがねだると、クルーは心よくコックピット内を見せてくれたものだが、現在ではアメリカ同時多発テロ以後のハイジャック防止の観点から、たとえ運行している航空会社の社員といえどもにより現金とされ、 操縦士がトイレに立つ際はという手順が多くの国の航空会社でマニュアル化されている。ファーストクラスのトイレは機種に近い方、コックピットの入り口のすぐ脇にあることが多いため、乗務員は特に神経を使うのである。なお、2万5千フィート以上の高高度を飛行中に操縦士の一人が席を立つ場合は、操縦席に残る。操縦士は、 酸素マスクをつけることが義務付けられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。